真言宗でいうそのごまを炊くでごまを炊いてで、まあ、皆様のいわゆる煩悩を燃やすと。大難がまあ、いわゆるその中難、中難が小難、小難が無難にということでですね、1年間幸せに過ごしていただければという、そういうお祭りであります。ここは私の初めてだったんですけど、こういう感動するものがあって参加できてよかったです。